最後の公演ですね、アナスタシアさん。そうね、精一杯やりましょう。アナスタシアが教えてくれたもの全部出し切る。私も全力で行くわ。よし、じゃケーキ漬け行くぜ。今夜は花組の舞台復活の日だ。テートに響かせろ、私たちの心の鐘を。花組ファイト。ねえキャプテン、あなたは奇跡を信じる？奇跡？そうだな。奇跡を生むのは努力の力だ。何もせずに奇跡は起こらないさ。今回の公演だってそうだ。みんなの頑張りが奇跡を呼ぶんだと思う。キャプテンらしい答えね。でも努力しても奇跡が起きないことはあるわ。そう、星の導きは誰にも変えられない。アナスタシア、それじゃあ行ってくるわ。私の最後の舞台ちゃんと見ていてね。ああもちろんだ、しっかり見ているよ。今日は全てが輝く特別な日。今日は誰もが希望を胸に灯す日。二人の愛が溢れ出す日。今宵この暖かい星の輝きの下で忘れられない奇跡が起こります。あの鐘の音と共に。今この場に幸せな思いが満ちているのがわかる。本当に素晴らしい舞台だ。見ているお客さんもきっと同じ気持ちだろう。劇場が壊され、さくらも気持ちを崩し、クリスマス公演は絶望的に思えた。だけどみんなが心を一つにして諦めず努力した。そうして掴んだ、まさに奇跡の舞台だ。戦うだけが花組じゃない。愛とか幸せとか、そういう本当に大切なことを舞台を通じて伝えていくことができるんだ。俺は帝国歌劇団花組の隊長であることを誇りに思う。みんな本当にありがとう。Thank you.
クリスマス公演大成功おめでとう。乾杯。乾杯。アマミヤさん、アザミさん、クラリスさん、ハツホさん、そしてアナスタシアさん、みんなお疲れ様。本当に素晴らしい夢のような舞台でしたわ。お客様に代わって、そしてかつての帝国歌劇団の一員として心からありがとう。もう一度帝都に奇跡の鐘が鳴る日が来るなんて胸が熱くなりましたわ。礼を言うのはこっちだぜ。この舞台を演じることで花組がなぜ舞台をやるのか少し分かった気がします。私たちは昔の花組の強さだけを目指せばいいわけじゃない。帝都は幸せな思いで満たすことも受け継いでいかないとダメなんだって。どうでしたか？私たち少しはスミレさんたちのように慣れてましたか？ええ、ええ、見事でしたわよ。まあアナスタシアが泣いてたぐらいだからね。いい思いが伝えられたんじゃねえか。そんなことないわ。見間違いよ。まあそういうことにしておきますか。何よ、本当に泣いてなんかないんだから。さくら、私たちの大切な先生、本当にありがとうございました。ありがとうございました。やめてよ、私はそんな。俺からもお礼を寄せてくれ。今までありがとうアナスタシア。明日のベルリン戦、君に参加してもらえないのは残念だけど、俺たちはきっと勝ってみせる。それが君への恩返しだ。キャプテン。死ねっぽいのはこれぐらいにしておこうぜ。明日はいよいよベルリンとの決勝戦。英気を養うために食べて笑って楽しんで、それからゆっくり眠ろう。ごめんなさい、少し席を外すわ。ん？ああ、わかった。クリスマス公演も無事に終わったことだし、風呂にでも入ってゆっくりするかな。しかし本当に素晴らしい舞台だった。目を閉じればあの感動が蘇ってくるようだ。忘れられない一日だな。みんなありがとう。ん？今日の公演最高だった。あんなに気持ちいい舞台初めて。私もだぜ。練習の成果を出し切れてすげえ充実感がある。今回の公演は一日限り、これで終わり。なんだかちょっと寂しいですね。まずい、さくらたちだ。このままではいろいろな意味で忘れられない日になってしまう。どうすれば。そうだ、劇蔵君に変身してやり過ごそう。
たんでしょうか。昨日まではなかったはずなのに。うまくごまかせたみたいだな。危ないところだった。どうでもいいじゃねえか。とっとと服脱いで風呂に入っちまおうぜ。服脱ぐ？ちょっと待ってくれ。さくらさん、本当に綺麗な肌ですよね。クラリスだって綺麗じゃない。透き通るような肌ってこのことでしょ。みんなすまん。目をそらそうにも激蔵君は首が回らないんだ。話ばっかりしてねえで、さっさと脱いで入るぞ。風邪ひいちまう。はいはい、すぐに脱ぎます。ほんと初歩ってお母さんみたいだよね。全部脱ぐ。いかん、これ以上理性が。何か方法は。じゃあ一緒に脱ぎましょうか。せーの、うわー。目を閉じればよかったんだ。こんな簡単なことに気づかないなんて。気持ちいい。疲れた時は風呂が一番だな。みんな風呂に入ったか。よし、今のうちにここから出よう。うわっ、なんだ、アザミか。びっくりしたじゃないか。聖獣郎、ちょっといい？ん？どうしたんだ？アナスタシアが席を外す前、窓の外が光った。そうなのか。気がつかなかったけど。でも、それがどうかしたのか。その光を見て、アナスタシアは外に出て行った。一体、何しに？誰かに会いに行ったとか。誰に？それはわからないけど。でも帝都にも友達ぐらいいるだろ。遠くから光で照らして合図。そんな友達普通じゃない。それはそうだな。確かにちょっと妙だ。それに最近のアナスタシア、ちょっと様子がおかしかったように見えたから。そうか、そうだな。ありがとうアザミ、教えてくれて。まあ気にしすぎだとは思うけど。アナスタシアに何をしてたか聞いてみるよ。わかった。じゃあ、あとは聖獣郎に任せる。おかえり、アナスタシア。どこに行ってたんだ？ええ、ちょっと電話をね。電話？悪いけど、キャプテン、今日は疲れたわ。部屋に戻って休ませてもらうわね。それじゃあ、おやすみなさい。ああ、おやすみ、アナスタシア。スタシアちゃん、どうした？何か用か？なんだ？レイジがアナスタシアに撃たれた。レイジは無事なのか？復
部銃弾貫通、現在は意識不明です。小町が治療しています。そうか、分かった。アナスタシアはどうしてる？無限にて無断出撃しました。5分前のことです。あの清十郎さん、実はアナスタシアさんが私の刀を持っていったみたいなんです。サクラの刀？はい、部屋にあったはずの刀がなくなってて。司馬さんも証言しています。アナスタシアさんが刀を持っていたと。どういうこと？詳細は分かりませんが、アナスタシアさんが裏切ったのは間違いありません。裏切ったなんて言うな。とにかくアナスタシアに繋いでくれ。はい、通信繋がります。アナスタシア、神山だ。アナスタシア、止まってくれ。一体何があった？聞こえているんだろう。どうしてだ、どうしてこんなことをする？答えてくれアナスタシア。さよなら。通信切れました。くそ、みんな出撃だ。アナスタシアを追うぞ。しかし神山さん、過激団体戦の決勝戦がもうすぐ始まります。アナスタシアを放ってはおけない。きっと何か訳があるんだ。決勝戦に出られなければ不戦敗です。帝国過激団がなくなってもいいのですか？仲間を見捨てて何が帝国過激団だ。みんなアナスタシアを追うぞ。いいこと言うじゃねえか。私らは6人揃って花組だからな。アナスタシアさんにも何か事情があるはずです。捕まえてちゃんと話を聞いて、そして一緒に戻ってきましょう。私たちなら必ず力になってあげられるはずです。里の掟22条、仲間は見捨てるべからず。わかりました。アナスタシアさんを連れ戻してすぐに決勝戦に向かう作戦を取りましょう。間に合う可能性は低いですが、不可能ではないはずです。わかった、なんとかやってみるさ。あと、うん、裏切っただなんて言ってすみませんでした。アナスタシアさんを絶対に連れ戻してください。ああ、必ず一緒に帰ってくるよ。ついにこの時が来ました。世界が待ち望んだ頂点の舞台、世界過激団対戦決勝戦です。競技場も満員となっております。ご覧の通り、ベルリン過激団は到着し、開始の時間を身代わり一つせず待ち構えております。その身につける仮面は絶対的勝利を誓うためのものでしょうか。いつもよりも王者の風格が、覇者の闘気が溢れているように見えます。対して帝国過激団は未だ現れません。ベルリン過激団のこの迫力に、ある意味恐怖のような佇まいに恐れをなしてしまったのでしょうか、逃げてしまったのでしょうか。観客も私も帝国過激団の到着を今か今かと待ちわびております。帝国過激団、出撃せよ。
私を追ってきたの。決勝戦に出なければ帝国歌劇団は取り潰し、それは分かってるでしょ。今ならまだ間に合うわ。早く戻りなさい。決勝戦のこともあるが、今君の方が大切だ。君は俺たちの仲間で、俺たちは花組という家族だ。だから俺は君を必ず連れ戻してみせる。無理よ、戻るつもりはない。どうしてなんだアナスタシア、なぜこんなことをする。私の任務は帝国歌劇団に潜入し、あなた方の情報を探り出すこと、そしてその弱点を依頼主に伝えることよ。それって。そうよ、私は敵のスパイなの。驚いた？でもこれが本当の私。スパイってなんでだよ。最初から私たちを騙してたのかよ。そうよ、あなたたちは人を信じすぎるから騙すのは簡単だったわ。どうしてそんなことを。私たち信じていたんですよ。私はこの生き方しか知らないわ。それにこれ以外にどうしようもない。私は私の信念で今を生きているのよ。アナスタシア。俺は信じない。信じないぞアナスタシア。事実を否定しても運命は変わらないわ。私は私の目的を果たす。どれだけ人が抗おうと、星の導きには逆らえない。導かれるままに輝くしかないのよ。それはどういう。思いを届けて、オーブ！俺は信じる！帝国歌劇団参上！分かっとるとは思うけど、魔幻空間を作り出せるのは上級コーマだけや。あ、もしかしたらや、アナスタシアさんは。全員慎重に行動せよ。この奥にアナスタシアさんがいるんでしょうか。おそらく。行くぞ。セジェローさん、閉じ込められました。これもアナスタシアさんの仕業。どうして。コーマの反応がある。備えて。
の邪魔をしないで。コーマを撃破せよ。急いで片付けるぞ。生きれるか。そうだ。アナスタシアを見つけるんだ。遅い。そこ。はい。今の攻撃は？アナスタシアさん。アナスタシア、本気でやり合おうってのかよ。アナスタシアさん、教えてください。あの言葉は。全部嘘だったんですか。一万弟子だと言ってくれた、いい公演だったと言ってくれた、あれも全部嘘だったんですか。そう、全部嘘よ。現実を見なさい、さくら。私はあなたたちの敵よ。行きます。私を追ってきても無駄よ。アナスタシアさん、どうして私をあんなにも一生懸命支えてくれたのに。訳を話してくれ、アナスタシア。ここに、はい、アナスタシアさん、どうしてこんなことに。さくら、今は目の前の敵に集中しろ。決める。青き空をかける天の衝撃、天千本桜。行きます。やっ、わかんねえよ。